ン首相が明かす日本に相手ボール持たせた。イラン首相が日本戦を振り返る。前半はあえて日本にボールを握らせたんだよ。失点以外は全て自分たちの企んだ通りになっていた。ボールを日本に握られていたとしてもイランボールを脅かされた場面はあまりなかった。後半から日本に圧をかけていって狙い通りの結果になったよ。偉大な日本代表にあんだけイランの狙い通りのプレーパフォーマンスができたイラン代表チームに誇りを感じているよ。サッカーに限らず、イランって知恵があるよね。中東だからと舐めて新さん舐めるみたいな話多いと感じるわ。今に始まった話ではないな。これまでアジアの戦いで一番苦戦したのはフィジカル押しの縦ポンサッカーをやってくるオーストラリアだった。監督の差だよね。しっかり研究されれば対応できなくなるのをどう克服するか。しかも最後まで板倉使ってくれるし、前田と久保も下げてくれるもんな。勝手にそりゃ楽だわなう。セカンドボールは基本的に弱いよな。よほどの隠した以外には取られまくってる印象あるわ。普通に実力ちゃうか、やり直しても決勝残れるとは全く思えん。むしろボール支配率低い方が勝つまであるポゼッションサッカーは時代遅れ。堅守速攻こそ現代サッカーの王道。日本はアジアで勝てるサッカーではなく世界で勝てるサッカー目指してるから。カタール2連覇か。